どうもとあるウォーカーです本日も餃子農場をやってきました、えー、ここは餃子の王将千南熊取店です車結構多いです期待ですそれでは食べていきたいと思いますはい店内の調味料グッズですなんとここには味噌だれが置いていますちょっと期待できますはい商品到着です、えー、定業時間20分ですもうクタクタです 何のにもかからず、この様子です。ちょっと、期待外れかもしれないです。そして、お盆に、電票置かれてます。なんででしょうかね。ちょっと勘弁してください、本当に。はい、白い恋人ならぬ白い餃子です。食べていきたいと思います。はい、もう見た目の通り、ぬるいです。うん。はい、卵湯付きやってきました。 食べたんですけど、あれ、いつもの味がしないですね。味ないんでしょうかね。うん、なんででしょうかね。おかしいですね。はい。ってことで、食べてきました。えー、ここは、餃子の王将、仙南、熊取店です。えー、あの、冒頭にもつけたように、味噌だれがあったんで、ちょっと期待したんですけど、ちょっと期待から、落とされる感じでしたね。はい。何が、 ダメだったかというと、まずは、あの、すごい待ち時間が長かったことですね。えー、過去最大の20分待ちました、料理に。まあ、若干、あの、お持ち帰りのお客さんとか、あの、店内、ちょこちょこお客さんおったんで、あの、まあ、待ち時間発生するのは仕方ないと思うんですけど、やはり店員さんの対応ですよね。あの、大変お待たせしましたとか、そんなもなく、普通に、まあ、おもらしました。餃子定食です、みたいな感じで、まあ、普通に置かれたんで、ちょっと、 あ,あ、そっけないなみたいな感じになっちゃいましたね。で、肝心のお味の方なんですけど、20分待った割に、あーもう最、最悪。まあ20分待ったからこそ、この感想が出ちゃうかもしれないですけど、まあ最悪でしたね。まず全てに関してぬるいと。<laughs> うーんって感じですね。やっぱ、あつまあ人にもいるかもしれないですけど、僕は熱々のご飯が食べたいんですよね、やっぱり。なのにもかかわらず、あの、特に餃子が一番ひどかったですかね。なんかもう、 写真で見たらわかると思うんですけど、あの、白いんですよね。まだなんか、ちゃんと焼き切れていないみたいな。まあ、あの焼き加減が好きな人もおるん、おると思うんで、あの、一概にとは言わないですけど、まあ、もうちょっとあの、焼き加減ついてた方がいいと思うんですよね、僕は。でもなんかちょっと白かったですよね。で、まあ、白いんで、まあ、若干わかっていましたけど、食べたら案の定、ま、ぬるいと。あーって感じ。その時点でもちょっとあーって感じでしたね。で、あの、他、 唐揚げだとかチャーハン食べたんですけど、まあ、ちょっと置いてたんかなっていう感じでしたね。ぬるい、ぬるい、ぬるいっていう。味はでも別に、まあ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 、まずくはなかったです。普通に。まあ、まあまあまあって感じでした。あの、おいめっちゃ美味しいかって言われたらそうではないです。あの、断言するのはやめておきます。えー、そして、あの、一番思ったのが、あの、 伝票、あのー、なんて言うんですか、お盆の上に置くっていう、もうなんか、やめてくれよっていう、もうその、どっか別の場所に置いてくれよっていう、まあ、店員さんの教育がなってないのかなって感じです。やっぱ店員さん大事だと思います、僕はね。はい。で、まあ、総評的には中野芸ですかね。まあ、ゲのゲまではいかないんですけど、まあ、悪い。悪いとも言いがたい。なんかまあ、混んでたから、 かもしんないですけど、まあ、もう一回、まあ、様子を見に来るか迷うところではありますけど、まあ、しばらくは来ないです、ここには。はい。っていう感じですかね。はい。まあ、ただ、あのー、ごまだれだけは嬉しかったです、やっぱり。はい。初めて見たんでね。それだけですかね。なんかちょっと今日はまとまりがない感想でしたけど。 店がまとまりなかったんで、ちょっと僕もまとまりが出なかったです。はい。言い訳です。ごめんなさい。すいません。今日もご視聴ありがとうございました。また、王将。あ、今度王将は、あの、もうあの、一回、境浜店、あの、戻りたいと思います。あの、げ、あの、美味しい味、ちょっと、忘れかけ、忘れかけててってうか、もう、下がちょっとごちゃごちゃになってきてるんで、あの、一回整えに行きます。っていう感じです。それでは、さよなら。